任務を開始します。おお、いい目をするようになった。迷いがない。シグマ、お前を許さない。その目をしたお前なら X、 私と戦う資格があるかもしれん。だがまずはこれを試してもらおう。見事だ X、 やはりお前には私の見込んだ通りの可能性があるようだ。我々の無限の可能性がな。シグマ、狂ったお前に可能性なんてない。 X、 それはお前が本当に考えていることではない。お前が正義だと信じている者がお前にそう思わせているだけだ。わしが相手になろう。さすがは X。 素晴らしいぞ X。 お前はもはや B 級ハンターなどではありえない。イレギュラーシグマ、お前の企みもここまでだ。さあ続けよう X、 戦いを、苦悩を、破壊を。その果てにお前はレプリロイドの真の可能性を見るだろう。戦いはここで終わりだ。お前を倒す。
私の名はトーマス・ライト。6万 X を設計し開発した研究者である。私は X に今までのロボットとは違う特殊な能力を与えた。それは考え、悩み、行動できる能力である。これは生命体と同じように進化できる可能性を秘めていることを意味する。残念ながら人の一生は短い。私には X の安全性を確かめる時間はなかった。よってここに X を封印する。遠い未来、この封印が解かれることがあるならば、 X は世界に平和をもたらしてくれることだろう。私はそうなると強く信じている。だが同時に不安もある。 X が進化という名の争いに巻き込まれてしまうのではないかと。未来の諸君よ、 X は私の、いや世界の希望であることを忘れないでほしい。直々にこの俺を処分しようと。力を貸せ、 X を倒す。 X を倒すだと？イレギュラーハンター X。